私物を入れてそれを取っていきたいと思います。押しで行った方が早いかもしれない。全然開かなかった。あ、いいなこれ。これあ個人的にこれ好きじゃないのでちょっとアシストしますね。初期位置に戻します。おとなしく横はめをしますもん。あ、うまい。あ、うまい。はい。じゃあ今の同じパターンでいきます。あ、うまい。押しで回るんじゃないかな。回らない。うわ、これパターンでいくパターンじゃない。おー、うわー。あ、でもオッケーオッケー。ちょっと私物をね。いただいた。よし、オッケー。やばい、盗まれる。めっちゃ振動きますね。最強最強っすか。これは帽子でのブックのやつだっていいですか。すげえ。顔は狙わないようにしますね。はい。狙ったでしょ。今狙ったでしょ。やば。やばい。3ついけるんですかね。いきますよ。1個の限界ですね。いきますよ。はい。あ、やばい。ちなみになんですけど、はい、これ僕の帽子取れますか。目つぶっといてくださいね。これマジで帽子でいいんですか。これめっちゃ操作する方怖いっすよ。3、2、あやばい。絶対痛い。
細胞刺激。これやばい。二度とできない経験ですね。二度とできない経験ですね。最後はさっきできなかったあれしましょう。三つ取り。いきますよ。いきます。こっち行って。はい。ということでですね、今回お世話になったミールさんの方にプレゼントを持ってきました。僕の方は鹿児島の火山灰ですね。火山灰が詰め込まれた缶詰を。で、ゆうやしの方が自作ステッカーカッコカリですね。カッコカリの自作ステッカー。はい。自分で作られた。自分で作りました。これ、はい、1000円ぐらいかかりました。すげえ。なんか食べた。ということで、この僕たちの、オリジナル、僕はオリジナルじゃないですけど、僕たちのオリジナルの景品をですね、このミールさんの、この、今、設定、店長が設定していただいてるんですけど、こちらのね、あのフック設定の方に入れさせていただきますので、限定7名様に。はい。とりあえずね、僕たちの方で一回やってみましょう。フック設定のスペシャリスト、このゆうやしですね。キャッチャー飯では毎回、フック設定に頼ってる。これは揺らしたもん勝ちっていうのはこの前習ったんで。ダメだ。これ結構広いから一番下まで下げてもいいかもしれないですね。どうだ。むずいな。店長、プレゼントをサービスしてください。あ、いや逆っすね。あ、いった。はい、来た。はい。あ、やっぱこれで獲得と。で、これ取れた人には漏れなくこの後ろのステッカーももらえますので、ステッカーいらないとか言わないでください。引き続きます。三田市 JR の駅から降りて歩いて15分です。歩いて15分ですね。ということなのでお待ちしております。はい。ということでありがとうございました、ミルさん。